小隊代理隊長、ブローニャ在地区、セントフォンテーヌに到着しました。これより、第三小隊に対する増援任務を開始します。本部、指示をお願いします。ブローニャ、ついさっき第三小隊が、セントフォンテーヌ上空の浮遊建築に入ったわ。その後、通信が突如切られたの。すごく不自然で、まるで、誰かに遮断されたみたいだった。おそらく、敵の罠かと思います。嫌な予感がするの。人のいない街、見たことのない怪物、それから、裏に隠れたあの人。何もかもが不自然すぎるわ。今、第一小隊は、セントフォンテーヌに向かってる途中で、第四小隊は連絡が取れない状態。ブローニャ、あなただけが頼りなの。承知しました。今の最優先事項は、音信不通になった第三小隊を見つけ出すこと。浮遊建築。大橋の方ですね。メイ姉さん。どうしたの？イカロスコアの機能が起動できないようです。障害物は越えられません。少し待ってて、技術班に聞いてみるわ。原因が分かったわ。調整時間があまりなかった上に、高価値の大量消費のせいでエネルギーが不足して休眠モードに入った可能性があるそうよ。つまりシステムに再度チャージする必要があるんですね。ブローニャ、赤い結晶体が周りにたくさんあるはずよね。はい、報告書にあった交渉ですね。たくさんあります。その結晶体には微量の崩壊エネルギーが含まれているから、イカロスコアのチャージに使えるわ。バッテリーとして使いましょう。報告書に記されていた敵ですか。人為的に組み合わされた構造物みたいですね。知能はなく、命令通りに行動しているようです。でも第三小隊は相当な数を倒したはず。それにもかかわらず敵は増える一方です。その源は一体どこにあるのでしょう。火力浮遊ユニット重装ウサギ0019の初実戦はどうだったかしら。本音を言うと想像以上でした。こんな短時間で019を再進化させるとは、開発部の技術力は侮れません。ブローニャがいない間、天命の研究開発部門にもいろいろな改革があったのよ。チャージ完了。イカロスを再起動します。ブローニャ、いいお知らせよ。あなたの隊員2人もセントフォンテーヌに着陸したわ。第二小隊の隊員ですね。確か少し前に特殊部隊に入ってきた新入りですよね。ええ、優秀な子たちよ。
経験が少し足りていないけど、今のところ第二小隊の隊長は他の隊員たちとあの任務を実行しているから、彼らの指揮は頼んだわよ。代理隊長ですか。戦場での指揮は久しぶりです。信じてるわ。ブローニャは昔から優れたリーダーだもの。みんなをつないで短所を補って長所を伸ばす、それがあなたの才能よ。それに今のブローニャの本業もチームワークが必要でしょ。とにかくあの子たちは任せたわ。テレサ主教、ますますお年寄りみたいになりましたね。そうね、私はもうお年寄りだから、若者たちの世話はお姉さんのブローニャにお願いするわ。さあ通信をつなげましょう。もしもし、聞こえる？隊長。聞こえてます。あなたは狙撃手ライルコ・ローディですね。ああ、隊長はもう僕たちの資料を読んでくれたのか。本当に光栄だよ。まさかあの伝説の英雄ブローニャに会えるだけじゃなくて一緒に戦えるなんて。ブローニャ隊長、はじめまして。必ず任務を完遂します。あ、びっくりした。急に大声を出さないでくれよ。さっきまでずっと黙ってたのに。ティミド・クート隊員ですね。通信電波は良好です。大声で話す必要はありません。はい。今度は声が小さすぎるよ。そちらに少し変わった雑音があるようです。それに怪物の声のように聞こえますが。ああ、怪物の声で間違いないよ。言い忘れていたんだけど、僕たちがセントフォンテーヌに到着してすぐ不明生物に歓迎されたんだ。は、包囲されたんです。はあ、なんというかこの数はさすがに。ティミドちゃんがいなかったら僕はもう華々しく戦死していただろうな。サンキュー、ティミドちゃん。僕の代わりにあのクラゲを倒してくれて。ライラさん、援護射撃お願いします。わかってるよ。安心して、弾は外さない。もうすぐ弾切れになりそうだけどね。とにかく、そこから動かないでください。すぐに支援に向かいます。お願いします。クローニャ隊長、私の戦いなんてませんね。テレサ主教、本当にいいお知らせなのでしょうか。とにかく急ぎましょう。彼らの座標は大橋の方、つまりあの浮遊建築の真下のはずです。もしもし、もしもし、
コロリー隊員、現在位置の報告を。今、獅子湾沿岸に到着しました。ここから橋を見渡せますが、あなたたちの姿は発見できません。隊長、ごめんなさい。できるだけ怪物を倒しましたが、数があまりにも多くて。だからタイミングを見て逃げたんだ。今は橋の近くの廃墟に隠れてる。賢明な判断です。次の質問ですが、この近くで設置が完了した銃型狙撃銃を見つけました。あなたたちのものですか？ああ、僕が設置したんだけど、残念ながら撃つ前に撤退する羽目になったよ。では少しお借りします。狙撃銃は使えますから、正面突破も問題はないかと。こういう時は直感を信じましょう。近づくほど電波干渉が強く、敵も密集しています。気のせいでしょうか。空中のあの建物、数分前とは少し違う気がします。変化している。隊長、新たな報告だ。何があったかわからないけど、橋の上の怪物が一気に消えたんだ。私が倒しました。え、あれほどの敵を一人で？体調強すぎない？これが体調？いいえ、英雄ブローニャの実力。じゃあ今すぐそちらに向かうよ、体調。いいえ、そこで待機していてください。これから上空の不明建築に入り、連絡が途絶えた第三小隊を探しに行きます。今までの状況から考えると、私もあの建築に入った後は外と連絡が取れなくなるでしょう。だからあなたたちはそこにいてください。本部との連絡をつなぎ、退路を守ってほしいんです。え、隊長は一人で入るんですか？さすがに危険なのでは？もし30分後に私の指示がなかった場合、ここを離れて他の小隊と合流してください。でも。心配はいりません。指令に従って自分たちをちゃんと守ってください。わかりました。あとは適した場所でイカロスを起動させましょう。あの建築に移動するだけのエネルギーはあるはずです。第三小隊、メイ姉さんたちはそこにいます。私に任せてください。 あなたは第二小隊代理隊長ブローニャ在地区、テレサ主教の指示により到着しました。造影？うち夢でも見とるん？いいえ、夢ではありません。キャロル隊員、状況を教えてください。
隊長と先輩は生きとるよ。怪我して気絶してもうただけ。けど油断はできひん。急いで治療せなあかん。うちちゃんと隊長たちを守ったんよ。よくできました。急いでここを離れましょう。私が守りますから後ろに下がっていてください。まだ戦える。うちも隊長の力になりたいんや。ではついてきてください。
すごい。警戒を緩めないで、次の敵が現れる前に急いで撤退しましょう。はい。隊長、もう少しや。隊長の優秀評価をまだもろてへんよ。心配いりません。メイ隊長はこういう場所で倒れるような人ではありませんから。うん、うん、そうやな。もしもし、聞こえますか？支えますから立ってください。先輩、もう意識失っとる。キャロル隊員、ついてきてください。セントフォンテーヌに戻ります。これはブローネ隊長。キャロル隊員、あなたの仲間、どうしてゾンビ化の痕跡があるんですか？